Thank you.
という事実が確認できたということかと思います。しかし他のテープから流用していないからといって鹿島以外の他の場所で撮影していないということはいないということの証明にはならないのではないでしょうか。現在でもよく使われております相撲の再現ドラマのようなものだったという可能性はないのでしょうか。お答えいたします。ご指摘を受けまして NHK ではリスク管理の確認作業を行いました。具体的には緑の秋島に関係する資料の確認ですとか取材制作に関わった部署の関係者などからの聞き取り、それから昭和30年以前に撮影され保管されていた観光の映像の精査などを行いました。関係者の聞き取りはもうおよそ100人に及びました。昭和30年以前に撮影され保管されていた観光の映像はおよそ140だったんですけれども、それを一つ一つ確認いたしました。しかし映像の精査などの結果、別の担当で撮影された映像が使用されたという事実はございませんでした。また、証言でもですね、そういった証言はございませんでした。杉田君。検証の結果、それが私の鹿島観光の映像であるというふうに裏付けた証拠は一体何なのか、明確にお示しください。何をもってこれが鹿島の映像であると断定されたのか。何々はなかったということを証明するのは非常に難しいことでございます。ただご指摘を受け取りまして、違う担当の映像を使用したのではないかという疑問に答えるべく、できる限りの確認作業を行いました。繰り返しになりますけれども、緑の秋島に関係する資料の確認ですとか、当時に取材制作に関わった部署の関係者などの聞き取りですとか、昭和30年以前に撮影され、保管されている観光の映像の精査などを行っておりました。できる限りの、確認作業を行ったということでございます。杉田君。では、国民の方々がするという、これについてはどのように、この不可解な点についてはどのように説明されるんですか。お答えいたします。元島民の方々からそうした指摘をいただいて、方々の代表からですね、そうした指摘をいただいていることは、を承知しております。それを真摯に受け止めまして、先ほどから申しましたような確認作業を進めました。その中では、そうしたご指摘のような事実は確認されなかったということです。杉田君。これまでの調査に聞いていて、内部の調査なんですよ。で、全く私は検証不十分だと思います。で、再度お尋ねしますが、第三者による検証は今後もなされないおつもりですか。お答えいたします。先ほどからお話しておりますけれども、過去の資料ですとか、当時いらっしゃった方の証言ですとか、いろんなことをできる限りの確認作業を行いました。できる限りの確認作業を行わせて、今、ご発言させていただいているということでございます。何様ですか、何この態度。この緑の秋島の構内の映像は、確認したからいいんですか。鹿島の映像であると断言できますか。イエスかノーかでお答えください。何が問題なの。この緑の秋島という短編映画ですけれども、終戦から10年後の昭和30年に仕事っぷりを放送され、ドキュメント映画を NHK が作成したんでしょ、昭和30年に。それが事実と違う、当時の様子ですとか、働いていた人とか、そういったものを20分に渡ってまとめた、歴史的な内容です。歴史的な問題を扱った番組ではございません。朝鮮人たちが観光でですね、観光に強制的に連れてこられて、ただ働きさせられたって騒いでるんだよ。それの証拠映像として使われてるの。でも実際違うと言っても、昭和30年以前に撮影され、保管されていた観光の映像の精査など、デジタルの確認作業を行わせていただきました。別のその中で、別の観光で撮影された映像が使用された事実がなかったということでございます。杉田君。NHK が明言をかけられたというご答弁なんですけれどもね、私もこの緑の秋島を拝見いたし
しました。で、その番組自体に異を唱えているのは全くございません。島民8名に暮らす方々、当時の様子が本当によく映し出されておりまして、特に島民の方々や子供たちの本当にあの映像とかが素晴らしい、あの記録映像でした。せっかくこういう素晴らしい番組なのにですね、社内規制とか全然守られてなくて、その部分が韓国に利用されている。それによって元島民の方々の名誉が傷ついている。このことが問題であるということです。で、明治日本の産業革命遺産は、長い鎖国の終焉を迎えた日本が約50年という短期間で飛躍的に産業革命を進め、近代国家に変貌を遂げたこと、歴史を物語る優れた歴史技術の集合体であることなどが評価された結果です。その記録である映像が政治的プロパガンダのように利用されることは、当時の制作者が意図しているところではないはずです。ここではっきり断言できないのであれば、彼らの名のためにも、そのシーンは橋間の映像であるとは断言できないということを NHK 側から発信することができないのでしょうか。それによって少なくとも今後このシーンがですね、韓国に強制連行、強制労働被害の証拠として利用されることは回避できるのではないかと思います。最低でも国民の方々から間違いなくこれは自分の故郷だと太鼓判をいただけるような努力をすべきではないですか。私は何もやってないことを証明する、あくまで僕らの証明を求めているわけではないんです。ガスが充満しているので、元島民の責任感に一つ一つ誠実にお答えする必要があるのではないですかということをお願いしております。どうでしょうか。ただの再現映像だという主張、島民の会の代表の方からの抗議証券の認証を受けまして、見るなし島に関係する資料の確認や取材制作に関わった部署の関係者などから、まあ、取ろうと単純に思ったんですけど、当時それが間違っていたかどうかっていうのは、その単語で撮影されているのが証拠がないということはございませんでした。こうした内容を書面で12月に島民の会の方の代理人に送付いたしました。今後問い合わせ等などがあれば誠意を持って対応していきたいと考えています。杉田君。さて、前回の次でこの映像が韓国の国立日程強制動員歴史館で展示されているが、許諾を与えているのかと質問したところ、展示されていることは承知しているが映像についてのやり取りした記録がないという答弁をいただきました。具体的にいつ頃お知りになったのでしょうか。お父さんは朝鮮人だ。お答えいたします。島民の会の代理人から届いた公務所見記録書や、その報道などでご指摘の韓国の国立日程強制動員歴史館の展示に緑の島の映像が使われているという指摘があることを知りました。次だと。知ってから今までどうして何も対処しなかったのでしょうか。あの、前回私が質問したときは、確認中ですというご答弁でしたが、確認の進捗状況を お伺いしたいと思います。歴史館側との記録がないのであれば、それは無断で使用しているということではないですか。これ以上何を確認する必要があるんでしょうか。そして一体何が確認できたら確認が終わるんですか。無理な質問ですけども、66年前に放送された番組についてのご指摘でしたので、可能な限りきちんと対応しようと、私の方では先ほどから申し上げている確認作業やその後の対応に当たっております。少なくともご指摘の韓国にある国立日程強制動員歴史館と映像にやり取りした映像についてやり取りした記録がないことは確認しております。ご指摘の国立日程強制動員歴史館に展示されている映像には、韓国の放送局で放送された番組の映像から使っていると受け取れる表示があったことから、経緯や事実関係を確認していることでございます。次だと。 NHK が視聴者に受信料の支払いを求める裁判についてはたびたびそういうのを目にするんですけれども、国民には訴訟を起こしてまで受信料を求めるのに、国外での不正使用については何ら対処していないということに非常に違和感を覚えます。先日の質問でもしかるべき対応をお願いしたところですが、無断で使用されていることが明確になった以上、映像の差し止めやこれまでの使用料の未払いに対する損害賠償について、いつまでにどのように対応する予定かお聞かせください。お答えいたします。少なくともご指摘の韓国にある国立日程強制動員歴史館と映像についてやり取りした記録がないことは確かでありますが、その経緯や事実関係を確認している最中です。
ルールを規定するような使われ方をされているとするならば遺憾であります。ただ、まあ、事実関係、どうした経緯でそうなっているのか確認中ですので、まあ、現在明確なことは、本当、本物じゃないね、NHK って。こちらのフィリピンパブの前では、事件直前に男の姿が目撃されていました。300メートル離れた場所に住み、犯行からおよそ5時間後の午前5時頃、
宅したところを確保されました。大上容疑者は動機について、店に行ったら入店を拒否され、馬鹿にされたと思い刺した。警視庁は、大上容疑者がトラブルで店への出入りを禁止され、犯行直前に女性と口論になったとみて、詳しい事件のいきさつを調べています。特殊詐欺事件の受け子の男が逮捕されました。男はおよそ30件、被害総額1000万円の特殊詐欺事件に関与したとみられています。林正明容疑者は仲間と共謀し、先月、東京・武蔵野市の80代の女性に警察官を装い、キャッシュカードが不正利用されているので、利用停止の手続きが必要などと電話をかけ、キャッシュカード2枚を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、林容疑者は女性宅を訪問し、女性のキャッシュカード2枚が入った封筒をプラスチック2枚が入った別の封筒とすり替え、その後、ATM で60万円を引き出したということです。林容疑者は容疑を認めていて、およそ30件、合わせて1000万円の特殊詐欺事件に関与したとみられています。先月、琉球との交流の歴史に言及した中国の習近平国家主席、今週の沖縄県知事の中国訪問を意識したのではとの指摘もありますが、狙いはどこにあるのでしょうか。沖縄県の玉城知事が中国の福建省に到着しました。中国南東部の福建省福州市を訪れた沖縄県の玉城知事。沖縄県と福建省は友好関係を結んでいて、知事は琉球王国の時代に中国への使いが滞在した琉球館を訪れました。今回の玉城知事の中国訪問の前に注目されたのが、習近平国家主席のこの発言。私は福州で勤務した時、福州に琉球館、琉球人の墓があり、琉球と深い付き合いがあることを知った。中国共産党の機関紙人民日報によると、習主席は先月資料館を視察。沖縄県の尖閣諸島は中国に属するとの文書の説明を受けた際、かつての琉球との交流の歴史に言及したのです。この発言について専門家は、そして日本が台湾問題に深く関わった場合には沖縄の領有権を認めないと主張する可能性もあると指摘しました。習主席の発言について玉城知事の受け止めは、これまでの交流のその考えからそのように出た言葉であり、そしてさらにそれはこれからの交流にもおそらく期待を込めて話をされたのではないかと。知事は尖閣諸島について日本政府の方針を踏襲する立場だと強調しています。一方、台湾との関係を重視する国会議員からは、訪中が中国側に利用されているのではないかとの懸念も。いろいろ中国側も思惑があってご紹介を申し上げたと思いますが、私たちは冷静に動きやすい。台湾という緊張が続く中、アメリカとともに日本も関与を強めたとき、中国は揺さぶりのため沖縄をカードにするのでしょうか。ロシア国営テレビはアンダーを起こしたプリゴジン氏の関係先の捜索で大量の現金が発見されたのでと伝え、映像を公開しました。影響力排除に向けた動きの一環とみられます。無造作に詰め込まれた現金や金塊、これらはロシア国営テレビが5日に放送した番組の中でプリゴジン氏の事務所や邸宅の捜索で発見されたとするものです。プーチン大統領は国がプリゴジン氏側に巨額の資金を提供していたことを明らかにする一方、
資金の流れを調査する姿勢を示していて、プリゴジン氏の影響力排除に向けた動きの一環とみられます。今の戦況をどう見るのか。ゼレンスキー大統領の側近の一人、ポドリャク大統領府長官顧問が首都キーウで JNN の単独インタビューに応じました。奪還に自信を見せたほか、ウクライナ軍の大規模な反転攻勢については一部で防衛線を突破したと明かしました。こうした中、アメリカのバイデン政権はウクライナに対し殺傷能力の高いクラスター爆弾の提供を積極的に検討していると明らかにしました。民間人への被害も懸念されていて、使用を禁止する国際条約が締結されていますが、アメリカやロシア、ウクライナは加盟していません。木曜日にサービスを開始したメタの新たな SNS スレッズに対し、ツイッター側が企業秘密を盗んだなどとして法的措置の構えを見せています。インスタグラムなどを運営するメタが6日から提供を始めたスレッズ、登録者はすでに3000万人を超えたといいます。ツイッターに対抗するサービスですが、聞こえてくるのは見た目や機能が似ているとの声。これにツイッター側は、企業秘密を盗んだ、知的財産権を厳格に保護する。アメリカメディアによると、ツイッター運営会社の弁護士はメタの最高経営責任者に書簡を送り非難。メタがツイッターの元従業員を雇って模倣アプリを作らせたとも主張し、法的措置に出る構えを見せたのです。ツイッターを買収したイーロン・マスク氏は、競争は良いが不正は良くない。一方、メタはスレッズの技術チームにツイッターの元従業員はいないと反論しています。今年5月の家計調査で消費に使った金額は去年より 4.0% 減少しました。このうち大きく減ったのは仕送りで3割も減っています。総務省の家計調査によりますと、5月に2人以上の世帯が消費に使った金額、消費支出は286,443円で、物価の変動を除いた実質で 4.0% 減少しました。3ヶ月連続のマイナスです。大幅に減ったのは仕送り金でおよそ3割減少しました。このほか食料や家事雑貨、携帯電話通信料も減少。物価高が続く中、家計をやりくりするため支出を減らしていることが要因の一つとみられます。一方、大きく増えたのは外国パック旅行で、去年に比べて13倍に。コロナが落ち着き、海外旅行に出かける人が大幅に増えている現状が現れる結果となりました。昨日は各地で今年一番の暑さとなりました。一方、週明けの月曜日にかけて、日本の広い範囲で大雨に厳重な警戒が必要です。各地で厳しい暑さとなった7日、全国62地点で35度以上の猛暑日を記録し、今年最多を更新しました。暑すぎてアイスかけてですね、温度より日差しが辛いかな、まあ、気持ち的には梅雨汗なんじゃないっていう感じですね。子供だったらクール入ってると思いますよ。都内でも八王子や練馬で35度以上を観測し、今年初の猛暑日を記録。この時期大変なのが、暑さがシャフの体に応えます。口とか脇の下とか、こうやってます。
で最も暑かったのは新潟県新津で 37.0 度を観測しました。過酷な暑さの一方で警戒が必要なのが梅雨前線が活動を強めながら北上した影響で、九州北部などでは激しい雨が降りました。さらに梅雨前線が本州付近に停滞して活発化するため、土日を挟んで週明けの10日頃にかけて西日本や東日本の広い範囲で大雨となる見込みです。福岡管区気象台は大雨警報基準を大きく上回る雨の恐れがあるとして警戒を呼びかけています。気象庁と国土交通省も緊急の呼びかけを行いました。今回大雨の予想が週末に当たります。さまざま予定をされている方々もいらっしゃると思いますが、今後の大雨に関する情報等に十分留意をいただいて、場合によっては柔軟に判断、行動、対応をしていただくようよろしくお願いします。原発処理水の海洋放出に向け、原子力規制委員会は設備に問題がないと合格を出しました。これを受け政府は放出時期を判断しますが、地元からの反対意見は根強く残っています。政府が今年夏ごろとしてきた原発処理水の海洋放出、その最後のステップが完了しました。原子力規制委員会は東京電力に放出設備の性能を確認する最終検査に合格したことを示す終了証を交付しました。処理水放出には IAEA と規制委員会のお墨付きが最後のハードルとなっていましたが、共に今週揃い前提条件が整いました。しかし依然として地元からは反対の声が上がっています。もう処理水を流さないに越したことはないです。地域の経済からすれば福島や宮城の政協など4団体は風評被害対策などに課題が残るとして、海洋放出とは別の方法で処分するよう求め、およそ25万4千人の署名を東電に提出しました。一方、都内の鮮魚店では現地で検査体制を視察し、データで安全を確認した上で4年前から福島産のヒラメやスズキなどを販売しています。私たちで、何か判断できるというものではないと思うので、放出されても安全が確認できた福島産の販売は続ける考えです。私たちとして何かできるのであればと、はい、いうふうに思っているので、今後も継続して福島の魚は販売していく。来店客は今の準備に問題があるんです。気にならない。どこでもいい。ちょっと心配だなとは思ってます、はい、でも我々はもう年だから夫婦2人であんまり気にしないようにしてます。政府は今後具体的な放出時期を判断しますが、地元から納得が得られるのか丁寧な説明が求められています。納得得られてる。福島第一原発の処理水放出計画をめぐり、韓国政府は韓国の海域に影響がないと説明しました。あるわけねえね。私たちの海域に及ぼす影響はないことが確認されました。韓国政府は会見で、処理水が放出されたとしても韓国の海域に及ぼす影響は現在の10万分の1の水準しかないと説明。IAEA 国際原子力機関の報告書についても、内容を尊重する立場として東京電力が計画通りに実施すれば国際基準に合うとしています。処理水放出への根強い懸念で客足に影響が出たとされる水産市場では、ソウル市内にある水産市場です。普段よりは客足が少し遠のいているということです。やっとけ。日本で日本が放出するときはやっぱり今よりは影響が出てくると思う。問題を争点化していて、市場の人間は議員たちを信じず科学を信じることにした。止まらないマイナンバーを巡るトラブル。政府の保
人情報保護委員会はリスク管理ができていなかったとして近くデジタル庁に立ち入り検査を行うとします。マイナンバーをめぐっては別人の健康保険証との紐付けミスが7300件以上、別人の銀行口座と紐付くミスが940件発生するなどトラブルが続いています。こうした中、政府の個人情報保護委員会は早ければ今月中にもデジタル庁への立ち入り検査を検討していると明らかにしました。立ち入り検査を検討段階で事前に告知するのは異例です。特に問題視しているのはマイナンバーと口座との紐付けミスです。ミスが発生したのは自治体の支援窓口ですが、委員会はデジタル庁がミスを防ぐための手順の徹底やリスク管理、対策を行っていたことを深刻に受け止めているのです。立ち入り検査の結果次第ではマイナンバー法に基づく行政指導を検討しているということです。当のデジタル庁のトップはこうした、話が公表されている対応状況についての公表があったということは承知をしておりますが、現時点で何か決まっていることはございません。あのデジタル庁としては、個人情報保護委員会の求めに応じて適切に対応してまいりたい。委員会はマイナンバーに関する総点検の結果によっては保険証情報を扱う健康保険組合などについても立ち入り検査や行政指導を検討する方針です。大麻取締法違反の罪でおととい起訴された人気俳優の永山絢斗被告が昨日、勾留先から保釈され頭を深く下げて謝罪しました。姿で10秒ほど頭を深く下げた永山被告、高齢人の前にこの度はご心配ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでしたと謝罪しました。しかし高齢人の質問には答えず迎えの車に乗り込み警察署を後にしました。永山被告は先月15日東京目黒区の自宅で乾燥大麻 1.6g 余りを所持した罪で一昨日起訴されました。そして昨日東京地裁から保釈が認められ保釈保証金300万円を納付。永山被告は先月16日に逮捕されて以来21日ぶりに保釈されました。一昨日東京練馬区でフィリピンパブの店長の女性が包丁で刺されて大けがした事件、逮捕された男が拘束する姿を近くの防犯カメラが捉えていました。男の手には包丁のようなものが。東京練馬区の繁華街、カメラは黒いスーツ姿の大柄の男を捉えていました。その後、別のカメラにも映った男は手に刃物のようなものを持っているように見えます。この映像が撮影された時間帯、110番通報が。包丁を持った男が女性を押さえて血だらけになっている。男の映像が撮られた場所のすぐ近くの路上でフィリピン人の女性が胸や腹を刃物で刺され重傷を負いました。女性は近くのフィリピンパブの店長。女性が助けを求め駆け込んだコンビニの前にはサンダルが残されたままでした。一方、フィリピンパブの前では、こちらのフィリピンパブの前では事件直前に男の姿が目撃されていました。午前9時ごろ、帰宅したところを確保。
店に行ったが、入店を拒否され、馬鹿にされたと思い刺した。警視庁は、モデル容疑者がトラブルで未成年で禁止され、犯行直前に女性と口論になったとみて、詳しい事件の経緯を調べています。特殊詐欺事件を受け子の男が逮捕されました。男はおよそ30件、被害総額1000万円の特殊詐欺事件に関与したと見られています。林正明容疑者は仲間と共謀し、先月、東京・武蔵野市の80代の女性に警察官を装い、キャッシュカードが不正利用されているので、利用停止の手続きが必要などと電話をかけ、キャッシュカード2枚を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、林容疑者は女性宅を訪問し、女性のキャッシュカード2枚が入った封筒をプラスチックの板が入った別の封筒とすり替え、その後 ATM で60万円を引き出したということです。林容疑者は容疑を認めていて、およそ30件、合わせて1000万円の特殊詐欺事件に関与したと言われています。先月、琉球との交流の歴史に言及した中国の習近平国家主席、今週の沖縄県知事の中国訪問を意識したのではとの指摘が